はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃーん、こちらバズリーの2021年の1万円分福袋を開封していきたいと思います。はい、ということでこちらがバズリーの2021年来年の福袋なんですけれども、こちらが1個1万1000円で購入できるんですけれども、なんとこちら中身がですね3万9000円相当のものが入っていて、コートとかトップスとかね5点分入っているみたいなので、これもネットで見た感じコートとかもすごい可愛かったです。使えそうなものが多いし、あとねまだまだ何が入ってるかわからない状態なものもあるので、1点ずつ見て着てって感じで開封していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあちょっとこう薄めのものからね、薄めっぽいやつから出していこうかな。ということでまず1点目がこちら、 T シャツかな、かわいい。はい、ちゃちゃん、1点目がこんな感じのねトップスが入ってました。これがなんかここはね T シャツ素材って感じで、すごい伸縮性のある感じで、あと袖がですね、わかります、もうレースがついている感じで、めちゃくちゃシンプルだけどかわいい感じで、なんか袖がね結構キュッとなってるので、多分二の腕とかはねちょっと太さをカバーしやすい感じのデザインになってるんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ着てみた感じはこんな感じになります。やっぱりねこの二の腕部分がちょっとこう膨らんでる感じがね、二の腕の太さをカバーできて可愛いですし、なんかシンプルで結構いろんな服に合わせやすいなと思いました。なんかここ以外のこの袖とかこういうボディのところはですね結構キュッとした感じなので、なんかね他のボトムスとかをふわっとしたものに合わせるとすごい可愛らしくなるんじゃないかなと思いました。でもやっぱり全体的にシンプルですけど、ここがデザインがついている感じがねめっちゃなんか女の子らしくて、やっぱさすがダズリンって感じだなと思いました。はい、じゃあ次2点目はちゃちゃーん、なんだろうこれは、ブラウンの何かが入ってます。あ、いい、ちゃちゃん、こちらブラウンのねなんかちょっとこうフリッとした感じのリブニットが入っていました。これが結構首元はね横に扁平に広がっている感じです。でなんかこういうね肩の部分とか袖の部分とかちょっとこうフリッとなってる感じですね。あと袖がちょっとこうなんでしょう、ラッパみたいな感じで広がっている感じの袖になってます。これはシンプルなんですけどちょっとデザインがあるので、すごい着回しが効きやすい感じかなと思いました。伸縮性もいっぱいありますし、本当にねなんかジャンスカとかに合わせても可愛いし、もちろんパンツとかスカートに合わせても可愛い感じかなと思います。ダズリンの福袋ね昔よく買ってたんですけど、久しぶりにねこれなんか開けてみたらめっちゃ可愛い、やっぱいいわ。はい、じゃあこのトップスも着てみました。これねやっぱ伸縮性めっちゃありますし、やっぱ袖がねすごい可愛いです。なんか全体的にキュッとした感じなんですけど、それだけちょっとこうボリュームがある感じなので、なんか手が長く見えるかなという感じがしました。なんか私的にダズリンはすごい女の子らしい感じのブランドっていうイメージがあるんですけれども、なんかその印象の通り本当になんかこうシンプルで使いやすいんですけれども、ちゃんとこう女の子らしさがあって、デザインも可愛いし着回しも効くから、これめっちゃ絶対に使えます。しかもブラウンっていうのがやっぱ最近さ結構ブラウンの服って流行ってるっていうか、好きな子が多いじゃないですか。実際私もブラウンの服めっちゃ好きなんですけど、だから結構さパンツとかも濃いめのブラウン合わせたりとかしても可愛いし、あとは柄チェック柄のスカートとか合わせてもすごい合いやすいんじゃないかなと思いました。もうとにかくこれは絶対着回し効くし、やっぱこのね私的には袖がすごい本当にお気に入り、こういう広がってくれてるのありがたいですね。じゃあ次3点目はですね、なんだこちら、フラワー花柄です。あ、かわいい。なんか3点目こんな感じのねフリルワンピースが入ってました。なんかハイネックな感じになってて、で袖はこんな感じでプリッとした感じですね。でウエストマークされていてフレアのワンピースです。最近こんな感じの花柄ワンピースねあんまり持ってなかったから嬉しい。なんかさ宝塚見に行く時とかちょっとおめかししたい時にいい感じですね。なんかパープルとかくすみピンクとかそっち系の花柄がついていて、可愛らしいというか上品というかお嬢様感のあふれる感じの柄です。はい、じゃあ3点目はこんな感じです。これねめっちゃね着心地がいいです。なんか生地がツルツルした感じなのでめっちゃ肌触りがいいのと、やっぱデザインがすごい可愛いです。なんか首元はこうハイネックっていうかちょっと詰まった感じなんですけど、こう詰まりすぎてないので、なんか頭がこう大きく見えないですし、ここがちょっとこうさ膨らんでキュッてなってフリルみたいな感じなので、二の腕もカバーできますし、本当に全体的にめっちゃ体型カバーできるワンピースだと思いました。ウエストもここゴムでねキュッとなってますし、あとスカートはですね結構ふくらはぎてか足首から5センチくらい上で結構ね長めなんですよ。だから結構長めっていうのはありがたいな。これ薄い色なんですけれども、しっかりとね裏地もついてくれてるので、下着が透ける心配っていうのも全くありません。あと何よりねこれ首
首元もゴムになっていて、ボタンとかもついてないので、本当にね、なんか着脱衣っていうの、なんていうの、服を着るのがめっちゃ楽なんですよ。もちろん脱ぐのも楽なので。で私ね、結構あの首ここら辺にあるボタンとかね、結構と止めるのめっちゃ苦手なタイプで、もう手先が不器用なので、だからそういう点でもすごくありがたいなと思ったし、なんかやっぱ旅行とかにこういうの持っていくとね、なんか楽だし、かさばらないし、可愛いしみたいな感じで本当に使えるんですよ。このワンピース結構私的にはめっちゃいいです。しかもめっちゃ清楚な感じが出るのでね、もう可愛いし結構おすすめです。じゃあ4点目はじゃーん、こちら。お、なんだこれ、可愛いかも。お、ミニスカ？じゃじゃん、こんな感じのミニスカートが入ってました。これめっちゃ可愛いですね。なんか真ん中にボタンがあって、でもね、ウエストゴムなので結構履きやすいんじゃないかなと思います。で、ミニなんですけれども、短すぎないから、ブーツとか合わせたら私でも履きやすい感じになるかなと思いました。なんかさ、色味がこうベージュなんですけど、ちょっとトレンチっぽい感じなので、なんかさ、春先とかもトレンチコートとかに合わせたらすごい使いやすいし、っていうかデザイン的に多分いろんなトップスに合わせやすい感じかなと思います。はい、じゃあこのスカートも履いてみましたが、やっぱめっちゃ可愛いし着回し効きそうですね。だからこれはここのねボタンをこう外して、ここも内側外して着るみたいな感じなんですけど、この後ろがゴムになってるから全然ね、なんかこう伸縮性もあって楽ですし、なんかあとね、ここがちょっとこう巻きスカートみたいな感じのデザインになってるのがめっちゃ可愛いなと思いました。で、長さもですね、ほんと膝上5センチくらいで、なんか結構そんな、なんか短すぎないから、結構どんな方でも使いやすいかなと思いました。私もミニスカートは結構苦手なんですけれども、これだったら普通にロングブーツ履いたら足も隠れるから、全然私でも足を出せそうな感じですね。全然後ろもパンツがさ、不安な感じもないですし、すごくいい。で、私的にこういう巻きスカートはこういう黒のタートルネックとかに合わせるのがめっちゃ可愛いじゃないかなと思ったので、今タートルネックを合わせてみました。上からさ、これだったジャケット羽織っても可愛いし、コートとか着ても可愛いんじゃないかなと思います。はい、そしたら最後はですね、多分こちらアウターです。コート入ってくれてんのめっちゃありがたい。だって1万円の福袋ですよ。はい、そしたら最後はですね、ちゃちゃん、こちらブラウンのコートが入ってました。これめっちゃ可愛くない？なんか真ん中でこうボタンで締めれるようになってるんですけど、ボタンが見えない感じっていうか、パッチンですね、これは。こんな感じで開くんですけども、ちょっとこうチェスターコートみたいな感じかな。だからすごい上品ですし、いろんな服に合わせやすそうです。しかも何よりこのブラウンがなんかすごいさ、シックな感じで落ち着いているので、なんか女性らしい格好にも、ちょっとメンズライクな感じの服装にも合わせやすい感じですね。結構ねロングですし、これは絶対使える。もうこれだけで私的には1万円分の価値があるくらい、めっちゃ可愛いです。嬉しい。はい、そしたらこんな感じでコートも着てみたんですけど、やっぱこれめっちゃ可愛いですし、あとね、めっちゃ肌触りいいです。なんか、あんまり安っぽくないっていうのがめっちゃいいなと思いました。あと、この生地の厚さ的にはめっちゃ厚いわけでもなく、薄いわけでもないので、なんかまあ、めちゃくちゃ極寒な日以外は普通に使えると思います。で、やっぱりこのね、真ん中にボタンがあるっていうのが、なんかすごい上品な感じがして、私的にはタイプですね。で、丈はちょうど膝下くらいですね。長さはまあちょうどいい感じなんじゃないかなと思います。あとここにポケットがついています。なんかすごいシンプルです。しかもブラウンっていうのがやっぱブリティッシュファッションっぽくて、私の服持ってる服とかにもすごい合いやすいんじゃないかなと思うので、もうこれだけで本当にね、全然もういくらでも出せるって感じで使えちゃいます。めっちゃこれ嬉しい。本当に絶対使うと思う。サイズ感的にも私はぴったりでしたし、なんか全然下にニットとか着ても全然いけそうな感じがすごくいいです。このねブラウンもね、なんかこう黄色みが強すぎないというか、このちょっとこう落ち着いたクラシックな感じなブラウンっていうのも私的にはね、すごくお気に入りポイントの一つですね。ということで、ちょっと5点目もめっちゃ可愛かった。最高。はい、そしたらこんな感じでダズリンの1万円分福袋開封は以上になります。どうですか？結構使えるものばっかりだったから、めっちゃね、なんか当たり福袋だったかなっていう印象がありました。だって1万円でこれってすごくないですか？まあ単純計算1個2000円としても、普通にそれ以上の価値は当たり前にあるので、ぜひね、皆さんも気になったらダズリンの福袋購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。ダズリン可愛いみたいなね、なんかコートもワンピースもトップスも全部可愛いと思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで、今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。